久保さん、おはようございます。そういけば久保さん変えますね、ポンとね。大丈夫ですよ久保さん、あの盗難できないように。まあレッカーで持ってかれたらわかんないですけど、まあそのクラスはまあどんな盗難やってもね、レッカー車が来て持ってかれたらそれはあれですけど、それ以外の盗難対策は大丈夫です。そう、こう思ったんですけど、まあヤマト君がまあミニカー、今ねトミカのミニカーとかなんか好きだと思うんですよ、男でね。そう、まあヤマト君が免許取るぐらいになったらオートマ限定とかマニュアルとかどうなんですかね、わかんないですけど。久保さん、僕ねマニュアルに、そのずっと免許取ってからマニュアル乗ってきたんですけど、オートマ、あの男ってマニュアル限定で、最近の子はマニュアル限定でも取るのかな、あオートマ限定か、そのまあオートマ限定、あマニュアルで取ってるんだけども、免許取った瞬間に買う車がオートマだったら、いやマニュアル覚えられねえやんみたいな、でそういう発想から僕はあの18からずっとミッションをこう乗ってきたんですけど、小山田くんどうなんですかね、久保さん。こう15年後ぐらいですか、18になるの山田くん。これ山田くんが免許取っていきなり3,4乗ってたらヒーローですね。もうお前どうしたんだみたいなね。その車どうしたみたいな。いや親父がちょっと昔みたいな。ヤマト君ヒーローじゃないですか。多分もう15、6年後はもう5,000万ぐらいになってるかもしれないですね。てかもう国内ないみたいなね。まあ15、6、5年後はね、排ガス規制とかなんかどうなってるか分かんないですけど、まあそもそもガソリン車が、でもガソリン車がね、まあそのやっぱ給油のガソリンスタンドの問題があるんで、どうなるかわかんないですけど、そうそう、あで本題なんですけど、買わない人ほど質問するっていうね、これねあのインスタでね、あのいいコメントがありまして、まあ僕バーって書いたわけですよ。でバーって書いたらなんかそう面白いね、あの業者さんなのかちょっとインスタ見たんですけど、まあ車一応売ってんのかわかんないですけど、ヴィンテージの車売ってる会社さん、ちっちゃい会社さんで、そのプロフィールがね、大人のおもちゃ箱みたいな、大人のおもちゃ箱へようこそみたいな感じで、なんかいい感じの業者さんというか、いい感じの人っていうか、でその人がどういうコメント書いてたかっていうと、あの買う人はまあポンと払うし、買わないやつほど質問するっていうね、だから何かあったら連絡くださいみたい なんかコメントが書いてあって、なんかこの人本質ついてるなみたいな。いやほんと買う人はあのポンって買うし、買わない人はまあやたら質問するんですよね。もちろん質問したから絶対買わないわけではないんだけども、買う人はスパンなんですよ本当に。まあ久保さんもまあ僕もね、やっぱ昔は多分ね買わない側だったんで、ポンとね買えるお金もなかったしあれですけど、今はねポンってやっぱ買うんですよ、うん、まあチャリンコも別に悩んだけども、いやポ、まあ、決めたらポンなんですよね、うん、やっぱ30万のチャリちょっとなっていろいろ悩みましたけど、まあ、決めたらポンなんですよ、もう秒でポンみたいな。だからその人もだからその人ね、鹿児島にでやってるっぽいんで、ちょっと会いに行こうかなっていう、すげえ本質ついてるコメントで、でそのプロフィールもね、なんかそのしかもね、あの写真見るとそのワーゲンのあのバス、ちょっとバス的な車あるじゃないですか、あのちょっと長方形のああいうの扱ってて、あのヴィンテージな感じの、あそう面白いなと思って、じゃ今度ちょっとお話聞きに行こうかなっていう思ってますね。うん、そうだからやっぱね、いろいろ経験して、まあ、いろんな買い物の手数ですよね。お金も稼げるようになって買い物の手数も増えていくと、やっぱね研ぎ澄まされるというか、その
結構そのなんだろうな、これちょっと面白いと思うんですけど、成功してる人って時間をすごく気にするというか、まあ時間の価値ですよね。時間の価値をすごく分かってると思うんですよ、時間の価値っていうのを。だって同じみんな24時間生きてるわけですから、その同じ24時間の中でその他との差をつけてるわけですよね、成功した人っていうのは。だから時間の価値、要はまあスティーブ・ジョブズもね、あのそのなんだ、あの服をずっと同じの着るみたいなね、その服を選ぶのに時間使いたくねみたいな感じで服ずっと一緒みたいな。だから結構その時間の価値を理解してる人が多いんですよね。だから何か意思決定するときにもその秒でこうあの決めていくっていうね。やっぱで、まあうまくいかない人はもう悩んで買わないとかねそう、悩んでやらないとかね、まあ結構多いんじゃないかなと思うんですよね。だから僕はあの車に関してはまあそのブワーって書いたやつにもあるんですけど、そのまあ価値、夢の価値っていうなんかちょっと書いたんですけど、夢の価値を理解してくれる人、あとまあ僕と同じような遭遇経験した人にまあ買ってもらいたいなっていう。まあ正直お金に関しては頑張れば稼げるんですよ。だけどあの車は頑張ってお金稼いでも手に入らなくなる車なんですよね。まあ今は一応ありますよ、市場には。40代ぐらいはカーセンサー見ると40、まあちょっとでまた出てきて、久保さんね、そう3500万つきましたよ今カーセンサーでね、あの1万キロの出てきて3500万出てましたよあれほんとね、あと 3,4 年したら4000万台になりますよ多分。まあ走行距離それ1万キロなんで、それぐらいの1万キロとかねのやつだったら4000万つくと思いますけどね。まあ未来のことは分かんないですけど、まあ多分現物あるしね、あれは現物あるし、実際に欲しい人が世界中にいるので、だからそれが世界中に欲しい人はいるけども現物ないので、だからまあ市場とそのバランスが崩れてるんで、まああれが値下がってくっていうのは僕は考えづらいかなと思うんですよね。だからなんだっけな、あのオークションでバンビーだったかな、バンブーかちょっと名前忘れましたけど、その人の絵がなんかそのオークションでこうブイーンってなんかその2億円だったかな、最初3億円ぐらいで落札された時にそのなんかシュレッダーでこう切られるみたいな、なんかそのオークションが決定した瞬間ウィーンみたいな、シュレッダーで切られたみたいなっていう事件が起きて、でそのシュレッダーで切られた絵、ちょっと切られてるやつをまたオークションかけたら20何億みたいなんでついたっていう、あれが20何億っすかみたいな、マジでみたいなすごいですよね、20絵ってすごいっすよね。絵なんかも価値ですよね。そうだからその人にとっては20何億の価値があったんでしょうね、シュレッダーで切られてるけどだってシュレッダーで切られてるんですよ、ちょっと、それ20億以上、29億だったかな、すごいですよね。だからまあその昔 GTR でコンコンコンってね乗ってた時に3回ぐらい僕は聞かれたんですけど、売ってくれませんかっていう対面でね。でその時にも一人のおっちゃんにね、あの走行距離も20万キロ走ってんですけどみたいな、いや距離とかそういうのじゃないんだと、まあ、とりあえず乗りたいんだと、死ぬ前に乗りたいんだと、売ってくれないかって言われたんですけど、だからその、まあ、価値分かってる。まあその時はね、あの僕はもう全然売らないってことだったんで、3年前ぐらいかな、いやちょっともうずっと乗るんでみたいな話だったんですけど、やっぱその価値を理解してくれる人に売りたいですよね。まあ絵の価値ですよね。絵の価値を知らない人は、そこに価値を感じない人は20億払わないだろうし。だってシュレッダーで切られてる絵なんですよ。それ20億、29億。でもその人は、シュレッダーで切られようが、価値を感じて払うと。だから僕の車、20万キロ走ってるけども、そこに価値を感じる人は僕は2000万で払うと思うんで、ポンってね。そう多分だからまあなんだ、あとは
その業者を寄せ付けないというか、そのまあ業者ってまあサジを抜くので、いかにその個人から安く買い取って高く売るかっていう、このしのぎを削ってるわけですから、今の市場価格から見ると、市場価格とあとは仮に買い手がつかなかったリスクを考えると、2000万は今は高いんですよ。ただこれ市場価格が5000万ぐらいになってきたら、まあ、2000万でもっていう業者は現れるかもしれないですね。ただ業者もやっぱ走行距離20万、この前ね電話で話したんですけど、外人の人とね、じゃあ20万キロかみたいなね、やっぱ走行距離気にするわけですよ、まあ業者はね。まあ2000万つけてる理由は、そういうなんかなんだ、安く仕入れて高く売ろうっていう人を寄せ付けない今価格設定にしてるんで。そう、いやでも久保さん買えますね、久保さんね、久保さんいたわ。そうそう、僕がちょっとターゲティングしてるのが、あれをその車なんだろうな、そのまあ動画も撮ったんですけど、まあ、YouTube 金持ち YouTuber 買わねえかなみたいな、要はまあ久保さんもね、まあ、ご存知の通りやってるしあれですけど、キットでね40万回ぐらい回してるじゃないですか。多分、まあ、久保さんはいかようにもあの価値をね倍増させることができるわけじゃないですか。別に乗らなかったとしても、乗らなかったとしても、GTR34 の動画1000本ぐらい撮れますよね、乗らなくてもね。もはや2000万で買ったっていうのもネタになるしね。そう、2000万で買い付けましたみたいな。結構それバズりそうですよね。あ、久保さんいましたね。そう、まあ久保さんは乗らんけど、大和くんにプレゼントどうすか。大和くんヒーローになりますよ、間違いなく。でね、マニュアルで撮ったらね、あれマニュアル車ですから練習になるしね。ヤマト、うちの息子が34で、仮面の34の車で仮面つけて、仮面のナンバーつけてね練習してみたみたいな、息子が34で練習みたいなね、どうすか。ファンキーっすよね。多分仮面取ると、一応なんだ、仮免許みたいなのつけとくと路上も走れると思うんですけど、仮面取ると仮免許中みたいな、34で練習みたいな。面白いですね。いやー、まあ僕は多分まあ売りますけど、当分は多分売り手は来ないと思うんで、まあ気長にネタとしてずっと使っていこうかなと思います。ネタに。まああとはゆっくりとね、価格が上昇するのを見守って、あん時2000万で買っとけばよかったのになみたいなねっていう動画を撮ります ね。今もう5000万なってるよみたいなね、あの時2000万で買っとけばねみたいな。まあそれ未来のことなんで分かんないですけど。で、僕はあと、まあ、25年ルールがあるんで、それがあと3年後ぐらいに解禁になるんですよ、まあ、海外に持っていけるみたいな自由に。で、まあ、市場価格が4000から5000になった場合、僕ね2500か3000でこう今度出していくんで、値上げします500万みたいな。値上げですよ、まあ、ドリームアカデミアもどんどん値上げしましたけど、あいつも値上げしてきますから。そう。だから逆にその車の、まあ、車に詳しい人じゃないと分かんないかもしれないし、まあ、34の相場が今どれぐらい上がってんのかっていうのをちゃんと理解して、予測できる人じゃないとも分かんないだろうし、まあまあ予測は予測なんであれですけど。でも久保さん、あれですよ、なんか新古車、なんかヤフオクで、今年ヤフオクだったかな、オークションかけられたやつ6000万で落札されたらしいですからね、これニュース載ってました、6000万新古車プレミアカーですね。まだ登録されてない車が6000万で落札されたらしいですよ。これニュースに載って、ヤフークかニュースかなんかで載ってましたけど、これ
多分ねすごいことになると思うんですよね。でもだからそれが楽しみですよね。だから売るって決めたから逆に、まあ、今まであんま気にしてなかったですけど、なんかそのビットコイン買ったらビットコインの上昇気になるじゃないですか。ちょっとまあそれと同じような感じでちょっと見守っていこうかなと思います。寒いっすね。はい、ということで買わない人はよく質問するで行ってきましょうか。行ってらっしゃい。